皆さんこんにちは。知人女性への強制性交の疑いで書類送検されている西武山川穂高選手、5月に文春オンラインで報じられてからちょうど2ヶ月が経とうとしていました。その間ひたすら2軍施設で練習を重ねている様子の山川選手、東京地裁による起訴か不起訴の判断は月内にも下される可能性が高いと見られており、その動向に注目されています。ですが放送関係者の間では不起訴の観測が強まっているらしく、そうなると山川選手の試合復帰の可能性も高まります。打撃成績が低迷しリーグ最下位に沈む西武にとって山川選手の復帰はかなりの朗報です。ただそうなった場合に再燃するのがあと17日に迫った国内フリーエージェント権取得とかねてから噂されていたあの球団への移籍です。一体どうなるのでしょうか。そこで今回は山川選手の復帰や今後についてご紹介していきます。2013年にドラフト2位で西武に入団し、2018年、2019年、2022年と3度の本塁打王に輝くなど西武を代表する打者として君臨。2023年の WBC 日本代表にも選ばれ、主に代打として出場し2打点を挙げるなど活躍、チームの世界一に貢献していました。今シーズンでは開幕を1軍で迎え、4月9日に下半身の強い張りを訴えて緊急交代し、直後に出場選手登録を抹消、その後再登録されるも5月11日に不祥事が報じられ、翌12日にコンディションを含めた総合的な判断として再び抹消となりました。このコンディションを含めた総合的な判断という曖昧な理由により抹消されて以降はリハビリ班の3軍扱いとなってファーム施設で汗を流す日々が続いている山川選手、警視庁麻布署から書類送検されたのが5月23日でおよそ1ヶ月半が経ちますが、ある弁護士はこんな見立てをしています。未だに判断が下されないのは検察が不起訴の理由を作り込んでいるということだろう。起訴ならとっくの前に結論が出ている。不起訴の理由を相当に好きなく書き込まないと不起訴を不服として検察審査会に申し立てをされてしまってはまた時間がかかる。当然検察としてもそれは避けたい状況であるのは間違いない。慎重を期して月内いっぱいかかっても不思議ではない。ただ単なる手続き上の問題だけではなく、山川選手が強制性交をしたと疑いをかけられている知人女性に対してある動きを取ろうとしていたといいます。ある西武担当記者は、不起訴を確信している山川は今回訴えられている知人女性を逆に訴えよう反訴として、それを球団側から止められて断念したという話です。山川は性行為が無理やりではなかったということをよほど確信できる証拠を持っているらしいとコメント。さらに同記者は、山川は西武球団が選任した弁護士ではなく自身で選んだ弁護士に任せています、球団側は相手の主張を認めての和解を目指していたのですが、山川としてはあくまで知人女性との合意があった上での性行為だったという主張を貫きたかったため自分で弁護士を選んだのでしょうと話しています。まあ確かにお互い合意した上で行っていたのに、それを無理やりだと主張されて訴えられれば山川選手からすればふざけるなと言いたい部分はあるでしょう。もっとも事実確認が不明のためそこは定かではありませんし、そもそも前提として山川選手は既婚者で強制性交がなくても不倫に該当します。なので山川選手自体も悪いので球団が止めるのも無理はないでしょう。ですが弁護士などの見解では今回の件は不起訴になる可能性が高いとしています。そうなった場合西武はどんなスタンスを取る可能性が高いのでしょうか。プロ野球のベテラン記者がこう分析しています。西武は2007年、それまでのスカウト活動中にアマチュア選手に対して不適切な金銭供与を行っていたことが発覚して、その年の高校生ドラフト上位2選手の指名権を剥奪されました。ドラフトが始まって以来初めてという不名誉なことだったので、それ以来選手のコンプライアンス違反に対して球団として厳しい姿勢を打ち出してきた。今回の山川に当てはめると、不起訴でも山川が退団する流れを作るのではないかという見方がありましたが、不起訴になれば強制性交の事実は認定されなかったことになる。しかも山川が一貫して言い続けてきた合意があったという主張を球団側も支持することになれば、一方的に解雇する理由はなくなるので、山川が本調子に近い状態に戻せればファームで塩漬けにしておく必要もないでしょう。仮に不起訴の判断が7月中に下れば、
山川は8月中旬から下旬にも一軍復帰が見込まれると見解を示しています。現在西武ライオンズは最下位に沈んでおり、得点数は僅差で苦しんでいる中日よりも低い成績となっています。もし山川選手が復帰可能ならチームとしては早く復帰してほしい状況ですが、そうなった場合、残り17日に迫っている国内 FA 権のシーズン中の取得は十分に可能となり、かねてから取り沙汰されてきたソフトバンクへの FA 移籍が再燃します。昨年のオールスターでは某球団の主力同士がアグーソフトバンク行くってよなどと噂話する音声が日本野球機構の公式 YouTube にアップされたこともありました。西武担当記者はこう明かしています。山川は今回の事件で球団やスポンサーに対して迷惑をかけていることは自覚しているようですが、一方で自分が主張していることを信じて守ろうとしてくれなかった球団に対しては少なからず不信感を募らせているようなんです。球団が用意した弁護士ではなく自分で弁護士を選んだのがその証拠の一つです。こうなってくるとオフに FA 権を行使し出ていくことは確実。もっとも球団としては事実確認ができない以上、簡単に信頼するのは難しい話ではあるのですが、結果としてお互いに不信感を抱いている以上、このまま西武でプレーするのは難しいかもしれませんね。そうなってくるとかねてから噂されているソフトバンクへの移籍が濃厚となりますが、ソフトバンクには右の大砲がいないため補強ポイントとしてはマッチしています。しかし今回の事件でソフトバンク側もかなり慎重に動くと思いますし、獲得に乗り出さない可能性も十分あります。不起訴になった、無実だったという事実に変わりはありませんが、不倫をしたという事実は変わりないですし、このあたりをどう判断するかですね。山川選手が離脱して一気に得点力不足が進んでしまった西武ライオンズ、一時期代わりを打っていた中村剛也選手も怪我や年齢などもあってちょくちょくスタメンを外れたりしており、穴埋めをできていません。そんな中、山川選手の穴埋めに白羽の矢が立ったのが2020年にドラフト1位で西武に入団した渡辺健人選手でした。ここまで打率2割7分5厘、本塁打4本とまずまずの成績を残していた渡辺選手、7月2日に足を痛め抹消されましたが、将来の大砲候補として大きく期待されていました。しかしこの渡辺選手も不祥事が発覚。一部報道によると渡辺選手は昨年3月に SNS で女性に自宅やホテルに誘っていたとのこと。ホテルでは複数人による乱行に及んでおり、一部の女性は高校時代から付きまとわれてきたといった内容でした。当時の球団広報はそのような事実は認識しておりませんと回答したそうですが、他にも垂れ込みが発覚。入団前には入院中の女性を襲ったなんて情報もありました。西武球団はこの件について事実は認識していない、襲ったという話は入団前のことなので球団から回答することはできないといったコメントを残しています。西武は以前も岸選手や佐々木選手が SNS で女性をナンパするなど不祥事が相次いでおり、このように女性トラブルが絶えません。球団としても対策は取っているようですが、どうしても浸透できていません。現在最下位に低迷している西武ですが、まずは内部の改革から始めないといけないかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。